おはようございます。今日も僕の夏休み、4日目プレイしていきたいと思います。今日はもうすぐ行くから、今日は途中から続ける、現在時刻は8月4日10時20分ちょっとね遅くこれ恥ずかしいな、ちょっと遅く起きてしまいました、やっていきましょう、僕の思い出と、はいどん。さあ今日は何をしようか。なんかやることあったっけ。蜂の巣か、蜂の巣落としてえな今日な。わかんない、今日で落とせんのか知らないけど、何回かつついてれば落ちるんじゃないかな。あとなんだ、斧か、斧欲しいよね。いろいろやることあるね、盛りだくさんでいいね。まあでもまずはやっぱラジオ体操から始まるから、寝坊しないね。多分寝坊しないんじゃないの初代って。わかんないけど、昨日外出てたのに。あーてかママラジオ体操しねえのな、そういえば。これ和むないつも自分の体操に夢中になって全然見てなかったんだけど、かわいい。さて今日の朝ごはんは何かな。なんだこれ。ねえスクランブルエッグ、調べが面白いところ教えてあげるよ。どうした調べちゃん。面白いとここんなに山ほど案内して。え、なんでどうした急に。だからいっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。昨日まで怒ってたじゃん。ここ長いんだから、へぇーじゃないんですよ。怖い怖い、絶対罠だぞ。じゃあ昨日までの流れからしたら絶対罠だ。いただきます。人気のないところに連れ込まれて斧でバスッといかれ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。絶対罠だ。ねえじゃあ音楽流れた、そろそろ行こっか。どこにどこに。嫌なの調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。嫌なの嫌なの嫌なの。かわいい。ちび娘、あんまり無理言うんじゃないの。あら、あ、その名前を言ったな。あ、嫌なんだ。何それ。ちび呼ばわりが。調べの学校での日学校で呼ばれてんのかよ。お姉ちゃんじめられてるやんけ。あんまり言うこと聞かないから。あ、怒った調べちゃん。縁がある待ってるからね。あ、そんなこともない。ぷよぷよか。どうしたん。え、どうしたん調べちゃん。絶対おかしい。だって昨日まであんなにブチ切れてたのにさ、そんないきなり心境の変化があるとか。おかしいって。健忘っていうのかよこの犬。来たんだ。私って罪な女ね。おませちゃんね。じゃあ調べの後をタタッとついてきて。とりあえず橋のとこまで行ってるからね。橋？あー昨日よしこちゃんがいたとこだ。私にはそれがなんだか恐ろしく手間のかかる生き物人生で最初の恐れ。女性というものはねそういうものだということだな。いやーちょっと怖いけど、でもなんか楽しくなってきたな。楽しくなってきたなぁ。行くか、じゃあ。いやぁ、そうかい、そうかい。じゃあ、とりあえず、まあ、いつもの通り、朝顔に餌を、餌じゃないよ。だから、水をやってね。健保インドッグ、お前健保って言うのか。なんで教えてくれなかったんだよ。健保。今日もね、元気だね。まずは、水をあげまして、と。で、昨日のよしこちゃんのなんかいた橋のところ行ったら、いるのかね、調べちゃんが。ここの虫はみんな取ってるな。オッケー。ちょっとなんか咲いてたりしねえの ?3 日も、あ、全然。3日ぐらいじゃダメか。これいつ咲くんだ?最終日までやんの、まだか。とりあえず。あ、こっちだね。オッケー。いるか?いるか?ターゲットは。いないな。レアな虫も欲しいけど、今日は調べちゃんについていこう。よし。なんなんだろう、デートじゃん、デート。あ、いた。あ、イラついてらっしゃる。ここはロッジだったの、うちのお父さんが。
今回直したんだよ。ボロッチ。へえ、大工さんみたいなんだ。お父さんすげえな、いろいろと。ちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。雪の川。そうなんだ。ねえ、雪って。ね、俺も思った。うん、お空から降る雪。なんでそんな名前な？ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも。あ、この辺降るの、ね、たまにしかね。ふふ、かわいそうね。でも、本当は、ホタルがポコポコってたくさん生まれる川だから、雪の川って名前になったんだって。あ、そうな。全然どういうこと意味がわからないんだけど。は？なんで、ホタルがポコポコって雪って名前になるんだ。そう。はとか言われたし。へぇ、知らないんだ。自分も知らないじゃん。あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないって、お父さんに絶対絶対絶対いじめられ、やっぱり嫌われ、おかしいこの家族、絶対秘密なんだから。え、なんで俺も素直になんでそんな名前なのって思って聞いたら、はとか言われたからさ、びっくりしちゃった。あのあれ絶対持ってないのに。よし、じゃあとりあえず行こうか。え、楽しい。え、楽しいじゃん。調べちゃんとのデート。すげえな。いいデートコース用意してくれてんだろうな。エスコートされちゃってんじゃん。トウモロコシはもう全部取ってあるから。行こうか。え、どこ行ったんだよ。調べちゃーん。あ、いた。お地蔵さんだ。このお地蔵様はね。うん。なんなの？え、なに、よいしょ。小吉、いや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 、あら、あんたと一緒だと大抵だわ。これは占いができるお地蔵様なの。あ、そうなの。あんたもやってみる？特別に許可するわ。え、管理人さんなんですか？僕、お地蔵様を叩くなんてできないよ。本当だよ、水道はめっちゃ叩くけど。じゃあ、あんた、私にぶん殴られたいの？なんでだよ。そんな、なんでだよ。お地蔵様、俺で占いしようとすんじゃねえよ。俺の首がどっち側に折れたらみたいな。食事。うん。占いができる。冴えないわね。同じやろがい。言ってるよ。ちょっと喋り方が優しくなってちょっとキュンとしちゃった今。じゃあ先に言ってるわよとかじゃないんだね。これできるの？どんなシステムなんだよ。あ、ちょっと上がった。どういうシステムなんだよこれ。1975年だぞ。おら、あ、これ何回も大吉出るまでやろうぜ。大吉出るまでやろう。1時間ぐらい粘ろう。くっそ、なんでだよ。来た、よっしゃ。かわいそうに大吉が出るまで殴られるお地蔵さん。じゃあっち行こうか。蜂の巣行きたいけど、まずは調べちゃんについてこう。いないかな、いないかな。よーし。あれ、こっち行ったよね。え、大丈夫？調べちゃん信じろ。信じろ。昔は携帯電話なんかなかったから信じて待つことしかできなかったのよってお母さんにも言われたし。こっちだよな。こっちだよな。え、怖い怖い怖い。全然いないんだけど、どこ行った？秘密基地じゃねえだろうな。まさかスイカ泥棒をしていたのは調べちゃんだったのでは。おかしいと思ったんだよ。あんた口を開かないから。大丈夫これ、マジで。あ、いたいたいた。ああ、信じてよかった。遅い。ごめん。ベビーを待たせるなんて本当にダメな人ね。ごめんなさい。まあ、クラブはなんか俺自身が言われてるみたいな気持ちになるわ。俺は待たすとしないぞ。この花はね。俺も20分前ぐらいには待ってるから、待ち合わせ場所で。あ、ツツジ？とっても甘くて美味しい。やるやるやる、ツツジの真ん中のあのおしべとめしべの部分をブチって、裏側から吸うの。あ、本当だ。こりゃいいね。ね、なんて。ビールか？これ。確か、紫チューチューっていうの。そつけ、うん、そうなんだ。ツツジって言うんだよ。ヒヒヒ。じゃあ、かわいい。ヒヒヒって笑う人初めて見た。いやー。これ、ツツジ、これ、もしか自分で吸える、たまに来て吸えるのでは？あ、できる。いいこと聞いちゃった。ニッパー！よし、行こう。あ！ママ。あれ？おばちゃんだ。二人が仲良くしてここで殺されるんだ。と思って。待ち伏せされてたんだ。やっぱり騙されたんだ。
なんだなんだ。うちのお母さん昔東京でカメラマンやってたんだよ。すごいでしょ。すごい。カメラマン？どれでおしゃれなベリーショートだと思ったぜ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったから。あ、そうなんだ。さあさ、二人とも並んだ並んだ。撮って撮って記念写真。サムネにするから。はい。お父さんが好きなのはチーズ。ちょっと知らないから答えられなかったけど。写真ができたら見せてあげるね。おばちゃんかと思ったよ。ゆずきさんにも見せてあげるんだよ。きっと喜ぶわ。ゆずきって誰？誰？うちのお母さんだよ。あ、あーそうなんだ。ちゃんといい子にしてたってお母さんに教えてあげなきゃね。うん。じゃあ二人とも仲良くするのよ。はーい。そろそろ写真くれねえじゃん。あ、後で来るのか。もう終わり？先は橋が落っこっちゃってるし。そうなんだよ。あっちの方はでっかい蜂の巣があるし。そこに行きたいのよ。あんたはスイカ畑の見張りでもしててね。帰っちゃうの？ちょっとだけ楽しかったよ。あ、じゃあね。心の溝がうま。でもあんたも一人娘って呼んじゃん。やだよ。呼ばないよ。そんな一人娘。今なんかいたよな、左下に。でっかいの。あれはでも取れないんだろうな、きっと。高低差は全く、これじゃ無理だろうな。さあ、どうしようかな。欲しい、マジ欲しい、あいつ。大紫では？まさか、あの伝説の降りてこいよ。でも取れないんだろうな、あれは。いやー、スイカ畑の見張れでもしてなさいよねって、フラグじゃない？もしかして。そんな気がしません？ねえ、行こか？ちょっと時間が怖いけど、秘密基地行ったらでも時間進んじゃうもんね。ちょっとまた、時間余ったら来ようね。あと、蜂の巣も、あ、どっちだっけ？あっちか全然行けねえな。でも、ホタルのイベントで絶対行くだろう。なんか言ってた。あ、いた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 。お前、本当に通報じゃないか、今度は。あ、悪ガキの BGM だな。スイカ泥棒は、いかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。怖いな。でもこっちには釣り竿があるからぶん殴る。私のいつもの癖が始まった。なになに、しゃっくり出ちゃうの。誰かいるのか。てかこんなお前白昼堂々スイカ泥棒。もうダメだ。そう思った時、あ、殴られるんだ。いやだ。うわ、めっちゃ鳥肌立った。狼？遠吠え？なになになに？なに？チェ、山犬でも降りてきたか。コナンだ。スイカ泥棒を捕まえる立場だろ、お前。助けられた、山犬に。その雄たけびは、どこか遠く深い山々の奥の方から、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに、寂しく、そして悲しく響いた。えぇ？なに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 ？山犬に助けられたんだ。なんか、なんだろう。守り神みたいなやつなんかな？なんかそんなファンタジーな展開もあんの？徒競走の後みたいに胸がドキドキしてるよ。弾丸風に言うならば。わーなー、あーあーって感じ。ああって感じだわ。いやー、そっか。まあ、とりあえず今日は大吉も出たことらしい。蜂の巣を、僕くん、近い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 。いけ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 、やったらやったら。あー、くそ、これ本当に落とせるのか。その大きな蜂の巣はグラグラと揺れて、うん、あと数回、あと数回、顔でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。あと数回か。明日も来るか。そしたらもうちょっとなんだな。本当にもうちょっとなんだな。信じてくるぞ。いやー、
なんかいろいろ進んできたね。よし、今日はどうしようか。そしたら釣りもしたい気もす…あ、なんでしょう、なんでしょうって可愛いね、これ。なんでしょうか。じゃん、殿様バッタだ。よっしゃ、入れとけジャンボくん。おっきいんだね、きっと。意外と見てたら出てくんのかな。でもあとはニューって書いてないね。あー、なんか狼の謎をまた教えてくれ、晩ご飯の時になんかもしかしたらパパが教えてくれるかもしれないね。あ、ニュー、久しぶりにニューが出るとテンション上がるな。ほら、完璧じゃねえか。もうなんだ、モンキチョウ？メスのビッグサイズかな。モンキチョウなのに白いよ。メスは白いの、もしかして。はぁ、そんなのがあるんですね。ビッグサイズ嬉しいね。よし、さてさてさて、どうしよう今日。ちょっと早めに帰ってママと話したいという気もするんだけど、でもあっちの行ったことないところにも行ってみたいような気もするよね。行ってみっか、行ってみっか、行ってみっか。ほいほいほい、うん、行けるかな。マナちゃん、あ、なんか起きたっぽい。あれ、誰誰誰誰、君は誰？こっちの先生、僕は僕です、っていうか。僕、あ、怖がってる。いや、全然全然。いや、まあでもちょっと怪しいわ、格好が。上から下まで青いの、青いじゃん。兄貴と呼ばれてるんだ。兄貴、今中1、兄貴、中1にして兄貴。今年のここにいることが多いだろうから、時々会うかもしれないね。毎日ここで何してるの？それは秘密。うん、何、何、まあ、何してんだよ。いずれ教えてあげるよ。こいつも覗き魔の可能性がある。帰る前にちょっくら見てこようかな。何を？何を？俺も子供に戻ってるから、僕くんと全く同じこと喋っちゃうんだけど、さっきから俺は今9歳の子供に戻ってるから。え、いなくなった。まさか山犬じゃない？もしかして山犬が人里に降りてくるときに姿を変えるんじゃない？もしかして山犬にいろいろ助けられたり導かれたりするんだよ、きっと。兄貴は、あ、でも結構この辺じゃ兄貴って呼ばれてるよって言ったから割とみんな合ってんのか。なんなんだ兄貴は一体。これトンボ、あ、トンボ持ってた。夏茜だっけか。夏茜持ってたな。うん。なになになんなぁ、兄貴か。ちょこちょこ会ったりするんかな。ほい、でも今日はこっちの奥のとこに行ってみたいなという気がするんだが、どうでしょうか。こっち行ったことないもんね、一番最初にスルーしてから。あ、こっちは川なのか。川を上流へと行く感じなのかな。いいっすね、あー、いいっすね。あ、ニュー、やった、取れた今ので。だって黒しじみビッグ、あれ、ビッグ、さっきの王冠マークってもしかしてレアなのかな、わからない。黒しじみだって、やった。ビッグのさらに上かな、キングマークは。あー、ニュー、よし、かわいいんだけど。やった、銀ヤンマ、いいっすねー。トンボジャンボくんいるよ。鬼ヤンマってさ、バカでかいさ、ドラクエとかにもでも出てきそうなトンボ、よく見たわ。てか、大紫もよく見たよな、地元の。あ、釣りできるじゃん、ここも。マジ？さて、まだ昼だろう。当たりの取りづらいところではっていうのはちょっとわからないんだけど、ちょっとつけてみよう。お魚さんいる？でも。いなくない？あ、そういうこと、お魚が見えなくて、どこ、わかんないときはみたいな話してんの、もしかして。この待つ時間が釣りよ。
この自然の音を聞きながら待っている時間こそが醍醐味だから。次のダメだな。ほい、ちょっと待って、一方方向にしか殴られない。あ、できた。あ、来た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 、でかいでかい。